お疲れ様です。ラットです。今回はですね、こちらのゴブリンジャイアント入りのスケルトンラッシュということで、まあ、やっていきたいと思います。で、今、ゴブリンジャイアントが、まあ、出てから、まあ、時間経ってるんですけど、このカードが使われてるのはほぼほぼ見たことがないぐらい、まあ、弱いですね。簡単に言うと、まあ、弱いですけど、まあまあまあ、意外と使ってみると、まあ、弱いっちゃ弱いんですけど、そんなこともない。本当になんかそんなこともない。別に弱いんですけど、使えないこともないなっていうのもありつつ、はい、こちらのスケルトンラッシュのデッキでございますね。で、もともとアイスゴーレムの枠をゴブジャイアントか。正式名称ゴブジャイアントか。はいはいはい。まあまあ、そのゴブジャイですね。鬼変えてやってるんですけど、意外とこれでも強いっていうので、はい、なかなかやっていけれてるんで、まあ、はい、これをやっていこうかなと思います。ということで、ゴブジャイの強みは何だろうな。ジャイアント、プラス、このヤリゴブリンのチクチクが、意外といいんですよ、意外と、マジで。なんか、やりこぶのダメージなんか知れてるわってなるんですけど、正直そうなんですけど、なんか、意外とマジで悪くないっていうのがあって、ですね、ガゴ群れとか、ガゴに対して強い。マジで。マジっす。これはマジな話で、このスケラ、もともとこの枠アイスゴレだったんですけど、アイスゴレでやってた時に、スケルトンラッシュにまず勝てないんですよ。スケルトンラッシュに勝てないんじゃなくて、その、枯渇三重士ですね。まあ、三重士に、スケラ自体が結構厳しくて、まあ、三重士来たら結構、まあ、諦めるというか、諦めはしないんですけど、結構まあ、相性的に苦しい部分があったんですけど、その、アイスグレーがゴブリンジャイアントになったことによって、その三重士に対して、意外と勝てる。勝率が上がった少し上がったかも、かもしれないっていうのがありますね。はい。多分。ちょっと待って。本当に。これも今のもめっちゃダメージ刺さってるんですよ。これも、マジでゴブジャイのパンチが当たってるっていうのもありますし、アイスゴーレムだと、ペッカのですぐ溶かされて、ターゲットがもうすぐスケルトンに行って処理されちゃうっていうのがあるんですけど、ゴブリンジャイアントによって、ターゲットを長い時間取れてるっていう面で優秀なんですよね。これが意外とマジで、よいしょ。いや、これはまだ落とさなくてもよかったですけど、まあ落としても言うていいですね。からのゴブジャイスケラ、このゴブジャイがマジで一発どれくらいや、言うて100ちょいかな、100か200か、まあ100何歩とかなんですけど、これがでけえ。マジで。なんか、使えばわかるんですけど、めっちゃ優秀に思えてくるんですよね。ほんで、本当になんかそこまでめっちゃ優秀とかではないですけど、なんか使ってると、あれめっちゃ強くないみたいな。ちょっと錯覚に陥りますね。よしよしよし。って感じで、もう、残り10秒。これも、はい、ゴブジャイで。よいしょ。釣ってあげて、よいしょ。はいはいはい。みたいな感じで、ゴブジャイが優秀。よいしょ。まあ、めっちゃ優秀ってわけじゃないんですけど、ちょっと優秀ですね。よし。ってことで、2回戦。はい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 。で、まあ、アイスゴーレもゴブリンジャイアントにしてるんで、ゴブジャイアントか。ゴブジャイアント、ゴブリンジャイアントってなんか言っちゃいますね。はいはいはい。意外とちょっと重いんですけど、まあそこは我慢ですね。このペックが、一回このゴブジャイはバイバイして、一回守りからですね。やば。ペッカでガゴムレってやばいな。このトルネ使って、やば。ウィザード来た。これもメガゴ出して、よいしょ。
で、ペッカーもこのままアイスイズプラスメガゴプラスの墓石でもうボッコボコにしてあげて、で、ここでスケラは打たなくていいですね。一回置いて、はいはいはい。で、ここですね。ここはまあ一回後ろからでもいいですし、端前にゴブリンジャイアントでスケラでもいいですけど、カウンターが怖いので、まあ一回後ろからですね。なんでここでスケルトンラッシュを合わせてあげます。で、ウィザードが来たらまあポイズン打って、あ、バルキリーか。やば。けど、ここのゴブジャ、1。はいはいはい。2発。地味にでかい。で、ここはもう防衛で、アイスイズ墓石のメカゴか、まあ、ポイズンとか打ってば、基本何でも守れちゃうので。よいしょ。で、5打ったんで、もうメカゴも出してあげて、はいはいはい。で、これにもうゴブリンジャイアント合わせれば、相手はもうこの形がしんどいみたいな。で、ウィザードとか来ても、このゴブジャイの後ろのやりゴブが今だと殴ってくれる。ああ、はいはい。相手のウィザードの位置が、いい位置ですね。これもトルネですって処理して、で、これも今もうメガゴがターゲット取ってる間にスケラみたいな。でも、ポイズン打って、よいしょ。で、これが刺さりますね。おお、ホグライダー。ホグライダー。やば、相手のファイヤーボールがよくわかんない。よしよしよし。で、あともう500なんで、もうゴブジャイのパンチが入っても勝ちですし、スケルトンラッシュが入っても勝ちなんで、これはもう勝ちましたね。はい。ってことで、これにポイズン打って、よいしょ。ウッドも裂いて、よいしょ。言ったらもうジャイスケラみたいな感じなんで、相手はゴブジャイのパンチも結構入れない。さらにスケルトンラッシュも防衛しないといけないっていうので、まあ、ジャイスケラのなんか、はい。ジャイスケラっすかね。普通のスケラというよりは、まあ、ジャイスケラみたいな感じですね。よし。ってことで、しかもなんかゴブジャイってなんかめちゃくちゃ単体で強いイメージがないんで、意外と防衛をサボりがちなんですよね。だから、ジャイとか来たら急いでミニペッカとかで処理するんですけど、なんか、あ、ゴブジャイか、みたいな。もう、こいつ舐められてるんで、もう、まあ、ゴブジャイなんかいいやぐらいな感じで思われてるんで、意外とその部分でダメージが入りますね。そこは美味しいですね、それはそれで。ほーんで、また相手がペッカ。なんで、このゴブジャイは一回捨てですかね。一回捨てて、後ろから守りですね。意外と HP あるんですね。ペッカ3発とタワーダメージと4発ぐらいですから、ペッカ単体だと。やば、待って、同じ人？そんなことはないよ。あ、はいはいはい。これはもうメガゴと、メガゴだけで大丈夫かな。大丈夫だよね。やだ、痛え、大丈夫じゃねえかった。今のはローリングウッド打つべきでしたね。まあ、しゃーなし、しゃーなしっすね。よいしょ。はいはいはい。なんで一回まあ墓石置いて、この墓石がマジで優秀。墓石とアイスイーツがあればなんか何でも守れるみたいな、とかあるぐらい、強い。でまあまたゴブジャイは、まあ基本的に後ろ出しですかね。なんか、相手がでもゴレとか出したら、端前でゴブジャイ、ゴブジャイで、みたいな、まあ、するんですけど、基本的に、端前かな自分は。で、ここも一回我慢ですね。一回我慢して、このペッカーも、あーやばい。これメガオが、やられるとしんどいっすね。これちょいトレンドですって、これアイスイズで一発も入るな。あー痛い。この一発が痛いっすね。けど、今ウッド裂いて、このウッド押し。これ5いけるくね？来た。あ、待って、ポイズンじゃない、ポイズンじゃない、スキラ。打ってあげて、ローリングとも打って、オッケーオッケーオッケー。このゴブジャが入る。ゴブジャがマジで入る。これがでけえ。今の2発で、約300ぐらいかな。多分入ってるんで。
これがでかい。後ろからアイスイズ出して、でこのホグはトルネードプラスメガゴでしっかりダメージを防いでいきます。相手のトルネードもよくわかんないですね。よいしょ、これはラッキーですね。これも攻めてあげて、あーこれはこうポイズン欲しい。まあ打ってあげて、スケーラーが入れ入れ、よいしょ、あと1000する。これハシマイペッカー美味しい。アイスイズプラスの墓石で、このしっかり位置を離してあげることがすごい大事ですね。あ、トルネード使わなくても寄ってきましたね。やべ、これはしっかりウッド使ってノーダメージで。で、ここはもうなんかゴブジェ出さなくてもいいみたいなとこありますね。これ縦の選手来るからポイズン打って、よいしょ。いや、ダメージ入んないな。いや、言うて強え。あ、落ちた。オッケー。これはもう、もう無視して、無視しなくてもいいですけど。もうこれでゴブジェイ出しておけば、このゴブジェイのパンチで勝てるみたいな。ペッカ、こっちおいで。あー！待って、調子乗ったですけど、ここはもうポイズンウッドで。あーいしょ。って感じで勝ちですね、はい。ということで、ゴブジャイ入りのスケラー。まあ、ゴブジャイなんか何があるかなって考えたんですけど、なんか意外と他だと何がいいのか分かんなくて、なんだかんだスケラーに収まりましたね。ということで、こいつ、普通です。一発146。で、まあ、やりゴブのダメージもあるから、普通に200、もうちょいか、250とかか。一発殴ると同時にダメージ与えるんで、まあ、タワーまで届けばというか、まあ、スケラとの組み合わせはめっちゃいいかなと思いましたね。はい。ということで、こちらのゴブジャイデッキ、よければ使ってみてください。ということで、今回は終わります。よければチャンネル登録よろしくお願いします。では、バイバイ。